世界的に有名なオーケストラニューヨークフィルハーモニックのメンバーが今日港区の小学校を訪れ個性的な音楽の授業を行いました。授業を行ったニューヨークフィルの教育アーティストは音楽を通じた教育プログラムを実施する世界的見本とされています。この小学校で授業を行うのは去年に続き今年が2回目です。互いに意見を出し合いリズムを作ることで子どもたちに積極性や協力して何かを作ることの大切さを学んでもらうというのが狙いです。先生たちはパフォーマンスなどを通じて子どもたちの心を素早くつかみます。また授業では先生と児童という関係ではなく同じ目の高さでコミュニケーションが取られ授業に積極的に参加する子どもたちの姿が見られました。楽しかった。楽しくてリズムを作ることは、簡単だと思ってたら結構難しかった。この授業は明日も行われ今日作ったリズムをもとに新しい曲を作りリコーダーなどで演奏会を行う予定だということです。